行きましょう。来たベンジャミン。久々。あばばばば。ぶつかっちゃう。今のでダメージ。マジか。ブーツが減ってるからやっぱ滑り止めみたいの効かねえのかな。久々、すっごい。さすがだな、綺麗に持ってきてくれたな。さあ5個になるかな。お、ローズピンク5個にはなってない。もうちょっとだね。またな、サム。気をつけるんだぞ。よし、じゃあルーデンスのとこ行って。はい、なんかいろいろ持ってんな。キャピタルノット西配送センター、西配送センター。一回ここ入れとこうか。あれをやりたい。うん、なんか入ってるぞ。一回入れとくわ。でルーデンスのとこ行ってミュールから奪い返すってのやろう。よし、あとブーツ変えて2つ。はい、1個履く、履いてかける。でフィールドのこれ、これはいらない。ボックスで、スタンボム持っとくか。スタンボム、電磁スタンボム2つぐらい。はい、入れとこう。まあこれでミュールいけるでしょ。よし、で、あるかな。ルーデンス版にあった。往年の人気小説荒野の運び屋たちシリーズを届けろ。持ってきます。よし、行こうか。一括背負う、結構量あんね。行きます。ではザクザクっと。依頼が受注されました。あら、こんなものがある。ルーデンス。あれだね、これ一気にいけるってことだよな。めっちゃ便利。ミュールどうなった？まだ寝てんのかな？まだ倒れてるっぽいぞ。あっという間だ。ちょっとこれ降りたらさ、俺落ちない？これ大丈夫？降りますよ。はい、あ、ちゃんと足場のある方に倒れてくれるんだ。あれ怖っ。来ましたよ、納品。
エアさん、待っていたよ。すごい、見事な状態だ。ああ、これだよ。これこそずっと求めていたものだよ。よし、これでまた3超えるかな。増えた。コヨーテブラウン、はい、3は超えたね。本当に君に会えてよかったよサム。ずっと応援しているよサム。ずっとずっとだ。よし、じゃあキャピタルメットの方行こうか。新しい依頼があります。受注する際は、はい、キャピタルノット行きのものがあれば納品。あ、メモリチップあるんだ。とりあえず納品しとこう。誰のだろう。お、おお、これはすごい。どうもありがとうサム。なんか普通にシェイプオブウォーター、でも関係ないか、ね、デルトロさんの映画の名前とか出てくるからさ、これはおままいいか。はい、そのうち見ます。ご提供いただきありがとうございました。ではキャピタルノットとこれと西ん、あ、これか。そう、これやろうやろう。回収してくるよ。 T-Rex の模型だって、まあ、特に必要ない。もうすでに全滅させてあるからな。ズバズバっといってこよう。これがトリガーになって目覚ましたりしてな。また頑張ってください。行ってきます。ここ行っていいんだよな。行こう。いや、うん、全滅済みです。濡れちゃうのやだ。血液袋、樹脂、樹脂、金属、ファイルスケルトン。あれ、さっき見た時なかったよね、これ。T-Rex、これだ。背負う。あとはポートノット。ポートノットか。ポートノットは逆だけど、まあ持ってこう。多分まだ星5になってないよな。あとはいいかな。 OK、 よし帰ろう。あっちゅう間じゃねえか。そうだから、フォートノットは多分まだ星3にもなってないのか。そうかそうか。あとで頑張って持ってこう。飛び降りる。あ、もうダメだ。飛び降りてみたい。持ってきたよ。さあ納品だ。 T-Rex、ありがとうサム。ああ、君のような人が来てくれるなんて本当にありがとう。こいつはまたすごい量だな。君は素晴らしいよ。
さあ4超えかな。お、ルーデンスマニアのホログラムデータ、この本人かな。じゃあ増えた。コヨーテブラウン、あれ、あ、あれか、また別のサングラスか。いつも感謝してる。これから先も君に会う口実で荷物を頼んでしまいそうだ。気をつけてな、頼む。無事でいてくれ。すごい持ち上げてくるよね、みんな。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注。よし、じゃあですね、西中継行って今度キャピタルノット行こう。する際は配送端末にアクセスしてください。なんか俺入れてたっけ、ここに。ないか。じゃあキャピタルノットと西配送のやつを受けていこう。キャピタルノット56キロ。時間制限ある感じ？壊れ物だって。壊れ物？フラジャイルじゃねえか。まあ、特にいらないかな。1個リペアスプレー。背負う。背負う。あ、でっかいね。OK。よし、じゃあキャピタルノット。依頼が受注されました。西配送は一回行ったから今持ってんだっけ、他の。ポートノット。ポートノット、ここに入れてく。ポートノット忘れそう。まあいいか。今は必要ないので。ポートノット行くときここ寄っていくことを忘れないようにしましょう。忘れそう。プライベート、行きます。頑張ってください。いつも感謝してる。ルビのロックを解除します。では一気に行っちゃって、西はいいのか、山越えた方がいいのかもしんねえな。でも結構ちゃんとジップラインあるんだよな。この辺を越えていく感じすっか。よし、そうしよう。飛び降りてみたい一回ぐらい。飛び降り、おお、飛び降り、うん、まあだからといってって感じだったな。普通だったな。まだ寝てる。あっち。あそこ行くと？セーフルームがある。一回向こう岸行った方がいいのか。いや、降りていこうか。あっち方面頑張っていこう。お、またルーデンスマニアのがある。よし、越えて、まだそんなに離れてないが、 100m か。おっ、ちちち、あの上あたり、あれ、また見える？あ、ファイルか。見えっかな。こんなところに、あ、いけんね。一個人じゃない？奥。なんか背面の方にも。あれか。
だったら結局あそこから繋がるの使ったらよかったか。結局ここか。やっぱなんか無駄に置きすぎてんのかな。ここから今置いてんのがここ、はい。でまあ山登れないからね、行っちゃうか。迂回していくしかないよね。完成しました。よし、この辺か。あれか、まだまだいけんな。そろそろなんかまた荷物が錆びてきた。まだいけるか。建設物装置が足んないかもしれん。 160m まだだ。いけんな、その上。ちょ203m。まあもうちょっといける。ここ、よし、いいです。で向こうか。さあ来い、キャピタルノット。これができたら次は。建設物完成しました。一回この辺か。一回この辺な気がすんね。だね。もうないとかそういう、あ、ない、マジか。よし行こう、とりあえず行っちゃおう。雨は止んだし、お、いいとこに補給してるた。フォートノットがもうそろそろ星5になるかな。お、なんか明るい。あ、ロボットだ。あ、なんか礼をした今。お辞儀するんだね。ご機嫌だな。ロボット見て喜んでんのかなこれ。あ、あそこにもあるじゃん。ジップラインね。これか。やっぱいい感じでいけそうだね。キャピタルノット。ここか。よし、まあ向かうか。で、あの辺のポストになんかキャピタルノット宛てのアイテムが入っていたら持ってこうぜ。シェア。落とし物か。どなたかの。いいか。こっち。どなたかの落とし物。いいか。ここは？まあ、ここに入れねえか。その、キャピタルノットとかそこら辺宛てのアイテムは。まあ持ってっか。これで俺のになっちゃうのかな。ほっ、荷物から離れている。樹脂ミュールのところか。フォートノットがあんね。フォートノット、あ、違う違う、キャピタルノットか。あれだ、あれ、レベルを上げたいので。
いや、スティッキーが持っとくか、1個ね。ルーレスマニアもある。よし。メモリーチップとか、スティッキーガンで取れんのかな。フォートロット。西中継、西中継ってまだだっけ。西中継もうちょっとだな。持ってくか。荷物が多い。渡れねえぞこれ。足場が悪いな本当に。いけるか。いや、そんなにいけるか。ここ通ってんだ俺。意外と深い。セーフルームがあるね。あ、荷物が託されました。あれ、これね。なんか遅いな。終わり？終わったっぽい。ここが今のところ本部になってるわけだから、どっかにみんないるのかね。これちょっと奥行ってみようか。とりあえず配送センターがここ。あ、名前が出てる。そういえばこっちでポーター見ないね。来た。部品だ。そろそろ5にならねえかな。微生物のサンプルだって。新種なんだ。全然だ。キャピタルノットまだまだ先よ。 S ニックイッソンのホログラム。お、ドキュメント BB はエコロケーションで BT を感知する。ドゥームズと星座。ほう。お、自動配送ロボ同時使用権が追加。3台まで。じゃあ一回またプライベートルーム行ってドキュメント見てみようか。新しい依頼があります。受注する際は配送端末にアクセスしてください。まずはプライベートルームだ。そういえばなんかルーデンスマニアがメールくれるって言ってたけど、なんか来そうな予感が。来ないんかい。おはようございます。血液採取チェック、献血ありがとうございました。よし、じゃあなんだっけ、 BB は何かを使って BT を感知するっていうやつ。
メール、お、メール。あ、来たじゃん。掘り出し物のルデンス、ありがとう。いつ来てたこれ。サム、すごいものを持ってきてくれてありがとう。あのルーデンスは掘り出し物だった。なんとクリエイターのサイン入りだったんだ。すごいな。カイラルプリンターでは送れない超レアなグッズだ。あんたが持ってるルーデンスもクールだが、こっちの方がすごい。俺が持ってるっつってんのあれか、ポッドについてるやつか。ルーデンスは伝説のクリエイターが創造した遊びだ。デスストランディングが起こる前、今ね、俺たちが、世界中のホモサピエンスが、俺たちが夢中になってこのゲームで遊んでいます。それはサピエンスをルーデンスへと進化させる遊びだった。単なるゲームとも違うと言われているが、残念ながら今はほとんど失われてしまった。そのシンボルとしてフィギュアのルーデンス、小島プロダクションのルーデンス、いいですね。で、アーカイブ BB はエコロケーションで BT を感知する。デッドマンだ。1年前、 BB について詳しいことが、新しいことが分かったよ。カイラル通信が動けば BB 開発当時の資料も復活して、もっといろいろなことが分かるはずなんだがな。今は実地で調べるしかない。イルカは仲間や獲物の位置を知るためにエコロケーションという方法を使っている。超音波を発信してその反響を捉えて周囲の状況を把握してるんだ。 BB が BT を感知するのにも似たような方法を使っているらしいことが分かってきた。 BB のいるポットは擬似的な体内環境が再現されている。 BB はある種の高周波を発し、あの世から跳ね返ってきた音波をキャッチして BT の位置を把握してるんだ。はあ、イルカみたいなやつ。はあ。で、あとなんだっけ、ドゥームズがうんたらかんたら、ドゥームズ、あった、ドゥームズと星座。5年前だって。先星術師、セントラルノットシティのオフィス。先星術は非科学的でおまじないのようなものという誤解は今もあります。しかし心理学と先星術を融合させた心理先星術という方法がデスストランディング以降注目されるようになりました。個人の精神に紐づいているビーチの存在が確認されたことも影響しています。心理療法に先生術を応用するカウンセラーもいます。私たちの経験や研究によれば、生まれた時点での太陽や惑星の位置関係とドゥームズの資質には優位な相関関係があります。カイラル雲の影響で実際の星空の観察は難しくなりましたが、宇宙と私たちの心は今もつながっているのです。ほう、なるほどね。よし、じゃあですね、ちょっとフラジャイルを助けるときにさ、なんか前行けなかったところに行けたから、そこ行ってみようか。なんか増えたかな。ジャンプもできる。武器増えねえな。まあ、多分東側のねやつをつなげば多分新しい武器くれると思うんだけど。よし、ただ奥を見に行きたいだけ。スキャンを開始します。行ってらっしゃい。向こうか。あ、行けない。いや、そう、こっち通って行ったんだよね。警備員の方々だ。埋まってっかな、今も。この先が隔離施設って呼ばれてたよね。うわー、瓦礫の山だね。越えらんねえのかな。越えらんねえか。で、高速みたいなのがあるんだよね。で、そこの先が開いてるな。まあ、でもシャッター閉まってるだけかな。いや、なんかリアルのダイハードマンとかデッドマンに会いたいよね。まあ、入れてくんないよね、これ。ちょっと悲しい。隔離病棟だって。
入れない。よし。どっか他に行ける場所あんのかな。隔離病棟。ここは閉まってたよね。こっちの方行けんのか。なんか町というか港見たくなってるけど。まあそういうところにね、メモリースティックだけなんだっけ、メモリーチップかが落ちてる可能性もあるからな。おお、建物がでっかい門。行けなさそうだな。ダメかい。上を覗いてみたいが、乗り越えちゃうのか。こういう感じか。残念ながら入れない。うわ、奥まで行ってみてえな。駐車場、ここは行けんだな。ちょ何にぶつかったのか。何の音だろう。まあそっちは深いと。ないか。まあ駐車場ですね。これからだ。そっちは行けて、なんか海に落ちれそうだよね。いや落ちたかねえけどさ。なんかでもこういうとこにもあるかもしれない。くないな、やっぱスティッキーガンだな。ここにねえか。とりあえずアイコンは見えない。中に戻ろう。この廃墟はここだけ町が残ってんだね。ああるやん。どこ。あ、めっちゃ見逃したわ。結構高いところにある感じだな。あ、こんなところ来れたんだ。上ですね。ハエの音、これなんかブンブン聞こえんだけど。上かい。上かい。あったわ。なんか斜めってない。なんか斜め地面が曲がってんのかい。どこがいいんだこれ。これでいいか。はい、掴む。そんなことがあるのね。取得。よし、ゲットゲット。これ向こう渡れんのかい。落ちそうだよね。すっごい落ちそうだよね。渡りてー。渡っていい。
もうないよね、はしご。行くで。ジャンプ。うわばーん。大丈夫？分かったな、くない。すまねえ。ごめんよ。やっぱりあのちゃんとはしごがないと。あの高さから落ちて大丈夫だったのはパイルスケルトンとブーツのおかげかな。よかった、笑顔になった。ご機嫌だな。そっか、赤ちゃんってあれか、指をしゃぶるとき自体がもうサムズアップなんだね。いいねいいね、両手でやってた今ね。ありがとう。いやー、ひどい目になったな。とりあえずジャンプは無理だ。よし、じゃあですね、時間なんで今日はこの辺にしましょうか。でまあそこでスティッキーガンもあった方がいいよな。あとこういうことが、こういう事態が起こり得るからはしご持ってた方がいいんだな。まあそこら辺も作ってって感じだね。走ってると喜ぶね。あとあれか、ジップライン用の建設装置作るんだよな。まあそれを作ったら今回は終了にしよう。ということで動画的にはここまでにしましょうかね。また次回、それではまた。